はい、どうもこんにちは、フーガーです。今回はマドカマギカコラボ最後のステージやっていきたいと思います。最後は魔女の結果全然クリアしてないですねまあ初級クリアしただけですからね。はい、で、残り13時間になってるんで、魔法少女マドカマギカやっていきたいと思います。ちなみに10連ガチャを引くと言っていましたが、まあ引いたんですよ。で、録画もついでに撮ったんですけど、あんまりいい結果じゃなくって、単品の動画を出すのはちょっとあんまりいいだったんでまあちょっと編成で見せていきたいと思います。まあコラボにゃんこはね結構当たったんですけど、そうですね、超激レアが僕が欲しかったのはマミさんとさやかさんなんですねさやかさんって言わなくてもいいんだけど、まあこんな感じですね。はいはい、あ、そうだ、魔法少女マドカチビマドカをねちょっとまだ進化させてないんだった。第3形態があるんでちょっとこれから進化させてみたいと思います。はい、じゃあチビ魔法少女マドカを第3形態に進化。あ、なんか特別なあれ起きないんだね別に。はい、チビアルティメットマドカ、小さくても宇宙の法則を再編するほどの力を持つ。これは原作通りなんですかね浮いてる時に超ダメージ、遠方範囲攻撃。遠方範囲攻撃っていうのはそのさ、大方の遠距離攻撃のやつはその遠くまでを攻撃するじゃないですか。でもこの場合だとその遠くのある一定の距離にしか攻撃ができないって聞いたんですけど、間違ってないですかね大丈夫ですかね。はい、まあ、せっかくなんで今日は全部窓マギのキャラに編成してやっていきたいと思います。はい、じゃあまずはレアキャラクターからね。はい、でじゃあまずはチビアルティメットマドカ、順番はもうかなりバラバラでいきたいと思います。なんか猫キューベの方が使えるって誰か言ってた気がするんでで猫ホムラ、意外とこれはね1回の10連で全部揃っちゃったんで、マミさんちょっと使えるっぽいんでちょっとやりました。並び的にはこうか、こうの方が正しいか、いやこれはこうの方がいいか、こうだな、こうだなこの方がいいね。はい、でそして超激レアキャラ、ちょっと最後に引いとくか、もう1回だけね、もう時間ないんですけど、まあこんな感じで飛び抜けて並ぶとこうなるな、ちょっとやばいな。ちょっと最後に300あるんで1回回してみたいと思います。ウルトラソウルズ来てるけどちょっとやめとこう今日はやめとこう。じゃあ最後の1回来い。あ、でも750だったのか、ちょっと課金してやろっかなはい、来い。いやー、デコトースターだーなかなかこれ当たらないらしいんですけど、当たっちゃったっていうか2回目ですねはい、まあこんなもんですよ、ガチャってのは厳しいですはい、じゃあ最後のやっていきたいと思います。あんこじゃねえ、あんこだ。あんこはちょっとまあキャラは好きなんですけど、まあ強化してないんで、まあ勝てるかどうかは分かりませんが、まあマミさんがいるんで大丈夫でしょう。まあもしもの時はダディに任せればいいですあ、いいねこの編成、こんな感じ。あ、僕と契約して、え、魔法少女になってよ。全部一斉に出したいね。とりあえず最初は猫キューベで我慢してもらって、あ、しまった、強いな、全部いけるな、よっしゃ、いけいけるか、いけるか、猫アルティメットマドカ、これはすごいね、コラボキャラだけでいくの面白いね。てかマミさん以外は本当にレベル1なんだけど、よく耐えてる方だなこれは、うん、猫キューベ1匹に苦戦しすぎだろ。はいはいはい大丈夫かよこれ勝てる自信がない。まあこんな感じですね、部分的に狙う感じということで。
そしたら猫アルティメットマトカがちょっと強いね、やっぱりね。それで耐えてる感じですけど、やべ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 、これはまずいでしょ、これは。ちょっとちょ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 、早くお金を貯めて、お金を貯めてください、お金を貯めてくださいちょっと待って、これはやばい。予想以上に大軍団でしたちょっとこれは待ってください、ダディでもどうにもならないでしょ、これは。しまったなちょっとじゃあガチ編成じゃないですけど、いつも通りの編成でいきたいと思います。あーちょっとやっぱり、まあちょちょっとやっちゃいましょう。まあやってれば勝てますよねはい、ということで、魔法少女マドカマギカコラボでしたが、はい、まあこれで終わりなんですけど、まあとても力の入った、やっぱり大型タイトルというだけあってね、やっぱりかなり力の入ったコラボだったと思います。はい、まあそしてマドカンとホムラの、まあマドカコラボのキャラに魔女キラーというのがあるんですけど、魔女キラーっていうのは魔女の結界とかにしか今のとこ対応しないんですけど、どうなんですかね、魔女に対して強くなるですから、今後も魔女は実装されるのかどうかですよね。まあもしマドカマギカコラボだけならちょっと残念かなって感じもするんですけど、まあどうにか計画があってのことだと思うんですけど、まあ魔女出てきてほしいな。なんだろう、魔法少女アニメっつったらリーナノハとかナノハとか、まあ今してる育成計画とか、まあそんな感じかな。プリキュアとか魔女、まあでも魔女じゃねえからな、あれ。まあどうにかちょっとこれだけのために属性一つ作るのはもったいないと思うんで、まあなんとかなるのかな、わかんないけど。で次回のコラボも決まっていて、小林幸子さん、はい、かようにゃんこが、コラボになるということで、まあどうなるんでしょうかね。ちょっと流れが全くわからないんですけど、マドカマギカ、違う、ナメコ、ワイモバイル、マドカマギカで小林幸子でしょ意味がわからないんだけど、まあ4周年のコラボまだまだ続くと思いますんで、11月の最初ににゃんこ大放送がまたあるんで、そちらの方も、ぜひチェックしてみてください。まあ毎月やるみたいですかね、どうなんでしょう。これからもやっていく予定ではあるらしいんですけど、はい、ぜひそこで情報をチェックしてみてください。ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。引き続きレジェンドとかスペシャルステージとかを、次のコラボまで進めていきたいと思ってますけれど、まあ、進行速度はまあ今まで通りですけど、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また明日。